マルハバ皆様、どうもお元気にしていますか？動画遅くなってすみませんです。今日はですね、みんなと一緒にエジプトにあるファミリーレストランとアイスクリームショップに連れて行きたいと思います。ファミリーレストランは日本と似ているところと違うところもあるので、ぜひ興味があったら見ていってください。じゃあ始めましょうか。レッツゴー。アレクサンドリアに住んでいるお父さんとお母さんがカイロに遊びに来たので、一緒にお食事をしました。このファミレスはキッズエリアがあるので便利なのです。子供がいたらこういうレストランに向かった方がいいです。ちなみにエジプトではキッズエリアあるレストランはとっても少ないです。レストランに入るとスタッフがいて案内します。で、日本と同じくタバコは吸う場所と吸わない場所があります。エジプトのレストランは日本と違って食べ物を注文した後30分ぐらい待ちます。ちょっと時間がかかりますね、食べ物が着くまでに。それからお部屋はついてこないです。はい、そうなのです。お部屋はついてこないなのです。なのでお水を飲みたかったら、スタッフを呼んで、お水を頼んでください。まあもちろんこれは払う分なのですね。はい、それとエジプトはチップ文化があるので、チップを残ることもあります。カードで払ったらチップを残すことはあんまりないので、まあチップを残したくなかったらクレジットカードで、払ってください。だけどチップを、あげたかったら、カッシュで払って、でチップは、まあ、人によって違ってくるけど、まあ、5ポンドとか、残せば大丈夫です。例えばですね、お支払いは55ポンドだから60ポンド出したら全然大丈夫です。それで大丈夫です。で、例えば、お支払いは57ポンドで60ポンドでも出しても全然大丈夫なのです。まあ人によって違ってきます。はい、続きましょう。食べ物は美味しかった。家族4人で2500円くらい払いました。お食事を終わった後、とっても有名なアイスクリームのお店に向かいました。そのお店はカイロしかにいません。お店の名前はダーラズアイスクリームなのです。一緒に行きましょう。コロナウイルスの影響で必ずマスクをかけてから入ることになっています。ダーラズアイスクリームは普通のアイスクリームより少し高いです。だけどとっても美味しいですよ。一つのスクープは35ポンド日本円だと250円ぐらいです。まあ日本円だったら安いですね。アイスクリームはとってもとっても甘いです。アイスクリームにはたくさん味があるので、買う前に味見はできます。ちなみにアイスクリームケーキもあります。だから夏にお誕生日会ある人はアイスクリームケーキを買うことはいいです。一日がもう終わりました。とってもいい時間を過ごすことができました。この映像はカイロの夜の映像なのです。皆様、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、あとグッドボタンを押したら嬉しいです。じゃあ次の動画でお会いしましょう。マッサレーマー。またねー。